小さな巨人第3話あらすじ。高坂は渡辺と共に捜査を続け、山田の助けもあり、風見恭子を殺害した真犯人を池澤直央から聞き出そうとする。しかし供述を一転されてしまい、捜査一課と所轄は深い痛手を負った。そんな中、小野田は事件を解決するためなら何でも使うと所轄との合同捜査本部を設置する。この事件の最重要人物とされる龍一は、バーのオーナー山本アリサの証言からアリバイが成立していた。だがアリサの写真を見た高坂は、左遷させられた一件の時に龍一とアリサが一緒にいたことを思い出す。二人の関係次第ではアリバイを崩せると考え、指示に逆らって捜査をするため一家に合流した中村から情報を得て、アリサの店に向かうが、